ですね、ここからは不思議な扉と100の謎にちなみまして、こんな企画を行っていきたいと思います、うん、題して100分の1アンケート。イエーイ、やったー。お、100電話、100だからだ。これまではね、情報をお伝えするだけでしたけれども、ここからは本日ご出席いただいております300名のお客様にも参加をしていただこうと思います。ありがとうございます。今からお客様の中で100人中1人が該当するような質問をクイズノックさんに考えていただきます、はいはい、3回チャレンジをしていただきますので、ぜひですね、100分の1を達成していただきたいなと考えております。で、この100分の1、3回チャレンジできるんですが、菅井さん、はい、3分の何回くらい成功いくと思いますか？2。おー、ちょっと高め。ちゃんと当てに行って。3とは言わないんだ。3とは言わない。やっぱ。リアルに考えて2。うん。双子ってやっぱ世間と外れてるから双子がミスると見ました。僕らが？僕らがミスる？さあ、3分の2というなかなか高い予想が出てまいりましたが、果たして何回成功できるんでしょうか。頑張っていただきましょう、はい、それなら3分の3でよかったけどな。そうね。ではですね、このアンケートを最初に答えていただく方なんですが、座席番号で区切っていきたいと思います、うん、座席番号1番から100番の皆さんに最初チャレンジをしていただきます。1番から100番の皆さん、手を挙げてください。いるかな。前の方ね、よろしくお願いします。はい、それでは前列の皆さんですね、まず最初の質問なんですけれども、福良さんと菅井さんにお二人に考えていただければなと思いますが、はいはいはい、100分の1でしょ。100分の1もうほとんどいません。 1% めっちゃそんな人いるっていうぐらいのやつ。そう、まあ、扉で考えたくない。扉ね、うん、だから、普通扉って家に1個じゃん。まあね、外から出たら入ったりする、うんうん、部屋と部屋の間の扉とかじゃなく、うん、出入り口って1個じゃない。だから自分の家には扉が10個ある。えすごいなそれ。家とだから部屋と部屋の間の扉じゃないよ。じゃなく、じゃないよ、ね、出入り口さすがにない。豪邸すぎ。東京ドームホテルに住んでる。多いか。さすがに無理か。まあ10個いやだから自分家の扉に鍵が10個。どういうこと。防犯すごい。防犯すごい。1個で、扉は1個でいいわけ。ああ、いや、扉が10色で塗られてる。どん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 ない方が。減ってます減ってます。1人はいるかもしれないじゃん。ここに時間使うな、あんまり。え、だから扉が3個あるぐらいだったらリアルいるんじゃない。3個があったらリアルでいるかもね。でももっといい。ちょっとでかい家だったらの外と内の扉ってことでしょ、うんうん、勝手口とかね。ああ、4つ以上ある家に住んだことがある。住んだことがあるこれまでに、皆さんが出入り口の扉が4つ以上ある家に。結構でかいぞ。でもそうだから、もうほぼいないと思う。いない子供けど奇跡的に1いる。これでいきましょう。いいでしょう。読んでいい。読んでいいよ。読ん。じゃあこれでいきます。まとまりましたか。はい、わかりました。では発表いただけますか。はい、出入り口、家に出入り口の扉が4つ以上ある家に住んだことがある方、はい、というアンケートでいきたいと思います。この後私せーのと合図をしますので、この合図の後該当する方はその場でご起立をお願いいたします。よろしいですか。1番から100番の皆さんです。それでは今まで、外に出る扉ですね、4箇所以上ある家に住んだことがあるという方、ご起立お願いします。せーの。あ、もう、めっちゃいるじゃん。めっちゃ嬉しい。嘘でしょ。ええ1、2、3、4、5、6、7、10人ぐらいおるやん。10、11。え、大富豪の集まり。大富豪の集まり。え、これは予想外の結果になったのではないでしょうか。いらっしゃいましたよ。え、か、勝手口だらけの家。え、すごっ。え、日本人の1割はドアが4つ以上。あ、そういうことになるよね。不確かな統計だな。
ちょっと思ってたよりいるな。そうですね、これは多いわ。え、10個の人がいるんだ、もうこうなってくると。ちょっと聞いてみますか。10個以上の方、ちなみに10個以上扉があるという方はいらっしゃいますか。指で数えてますか。さすがに覚えてない、その数えたことない。さすがにね、そこまでいくとわからん。さすがにね。でもなんかこの感じだと5とか6ぐらいならありそうみたいなことですか。だからちょっと思ったよりむずくした方がいいわ。なるほど、むずくした方がいい、マジで。え、これ10色無理だ、数えたことないでしょ。この問題どん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 極めていく感じですか。他にもお客様いらっしゃるんで、はい、次に、ね、進んでいきたいと思います。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。ご着席ください。すごい、いや、こんないるか。さあ、1回目はチャレンジ失敗となってしまいましたが、菅井さんの予想3分の2をクリアするには確かに、ね、もう間違えられませんね。そうだよ、お前かかってるよ。頼んだぞ。でもなんか双子が間違えるって言ってました、菅井さんは。さあ、そんな双子のモンさんとゴンさんに質問を考えていただきましょう。はい、2問目。2問目です。いやー、さすがに、まあ、双子、え、でもさ、双子、いや、なんか統計的にちゃんと100分の1ぐらいに探した方がいいんじゃない。ああ、今感覚じゃなくてね。そう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 、双子より、双子座の人ってさ、双子座の人は12人に1人ぐらいはいるはず、うん、間違いない。もうちょっと絞ろう。双子座かつ、あ、かつ&条件そう、かつよ。だからまあそれのさらに10分の1ぐらい、12分の1にしなきゃいけない。そうそうそう。 AB 型ってどう。あ、血液型。そう、あ、日本人だと AB 型はまあ1割ぐらいって言われてるらしい。8%9% ぐらい。そう、まあ僕らは双子座の AB 型なんですけど。お二人が。そうそうそう、ここにはもう5分の2がそうなんですけど。大丈夫。まあここはちょっとあの特殊で、うん、実際ね、12分の1かけ10分の1だったらまあ100人に1人ぐらい。確かに、おだいぶ理論的には 1人になりそう。良さそう、良さそう。じゃあこれでいきましょう。あ、すごい、はい。ということは双子座でかつ AB 型。 AB 型、分かりました。ではこの問題ですが、座席番号101番から200番の方に考えていただこうと思います。101から200の方、一旦手を挙げていただいて。 ありがとうございます。このあたりね、座ってらっしゃる、お願いします。はい、それではいきましょう。101番から200番の方の中で双子座で AB 型の方はご起立いただきたいと思います。いきます、せーの。おおおお、あれ、3人か。3名様ですかね。おお、上振れた。ということでチャレンジ失敗です。いやー、惜しい。なるほど、惜しい。とはいえでもこれナイスだよ。ナイスチャレンジ、ナイスチャレンジ。結構ありがとうございます。すごい、ご協力。ってことは105人の中に5人いるってことか。そうですね、なんか恣意的なアプリなんですけど。足すとね、確かに。そうか、2人ともそうなのか。そうなんですよ。すごいことだね。結構僕らの仲間も多かったということで、多かったね。100人に1人は多いってこと分かってよかったかも。あとやっぱりさっきの11人見た後だとおーってなるんだけど、うん、近づいてますよ、だんだん。だいぶいい感じですよ。だからマジでいない人やった方がいいよ。あ、これマジでいける。マジで本当にいない人。さあ、ここまで失敗が続いておりますが、次が最後のチャレンジになります。はい、最後は201番から300番の皆さんです。手を挙げてお知らせください。後ろの方に、後ろの人たち頑張ってね、達成しましょうね。はい、では最後は伊沢さんに質問を考えていただければと思います。はい、もうね、皆さんと僕の協力のゲームですから、周りの様子とか見ながら。え、ダメ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 、そういうゲームじゃなくて、伊沢さんが本当はドア7個だけどうじゃないやん。とか言いながらね。ダメですよ。いや、でも今回ね、せっかく東京ドームシティさんでやらせていただくということで、今回のイベントの皮切りとして、明日俺と菅井さんで巨人戦のね、はいはいはい、特別解説をやらせていただくんですよ。うん、試合中にね、この優勝争いの真っ只中に、本当にそうだよ。ドームで、ね、最初から最後までちゃんと解説をさせていただくと、うん、いうことになってるので、せっかくだから野球にちなんだものにしようかなと。野球で激レアなもの。激レア。マジで激レアですよ。最近の野球の激レアといえば、もうワイドショーを連日に居合わせている大谷翔平さんのホームランボール取った人に取材する謎の V。 おなんか47号を取ったのはこの少年みたいな VTR が最近よく流れるんですよ。ホームランボール取るってなかなかないんじゃない。ない。そうです。確かに、まあ、取るにせよ家族が取ってきて持ってる人も相当少ないと思うんだよね。確かに。ということで、
ホームランボールを持ってる人すごい、これはめっちゃ少ないんじゃない、プロ野球限定で家にあるみたいなことね。一番いないよね、本当であれば多分一番いないはずだよ、ね、うん、いやもうそもそもアマチュア野球でのホームランボールもなかなか珍しいし、甲子園とかもそうそう、まあ、外野にねあんまり人入んなかったりするから、あ、確かにみたいなことを含めてホームランボールを持ってる人とさせていただきましょう。なるほど、わ、はい、かりました。最後の質問はホームランボールを持っている人となりました。頼むぞ頼むぞ頼むぞ、いるな。さあ果たして100分の1成功なるんでしょうか。いきます、せーの、いけ、うわ、うわ、うわ、それはいないんだよ。マジか。ゼロはダメだから。そんなわけないじゃん。そんなわけないじゃん。そんな激レアな。それ家に扉10個ついてる人みたいなことでしょ。確かに。確率的にはでもそうですよね。今そう。うなだれております。失敗した。もう一人の伊沢さん呼んできます。あれ？交代します。失敗した。二人ぐらいがちょうどよかったのに。チェンジする？チェンジする？もう一人とチェンジする？もう一人と。伊沢ボット。じゃあ頼むか進行。あいつ事前に入れとかないとダメなのよ。元気にやりましょうね。さあということで100分の1チャレンジ最終結果は成功0回という結果になってしまいました。いやーマジか、難しいですね。こういう時大体俺たち成功してきたのにな、失敗するとあこんな感じのざわざわ感になるんだっていうね、よくわかりましたね。いやー扉の数をもうちょっと調整、確かに6かな7かな、それぐらいだったな。次のイベントでちょっとやってみましょう、ね、そうしましょう。途中ちょっとね惜しい感じもありましたけれども、まあ、菅井さんは3分の2と予想されていましたが、何の予想だったの、はい、この結果を受けていかがですか。いや不甲斐ないです本当に、もう不甲斐ないの菅井です、これはもう。綺麗にまとめていただきました、ありがとうございます。ということで皆様もご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。パネルとなるポーズで